ビングクロスビー、ビングクロスビー、1903年5月3日から1977年10月14日はアメリカ合衆国の歌手、俳優、アメリカ初のマルチエンターテイナーの一人。ワシントン州タコまでイングランド系の父親とアイルランド系アメリカ人の母親のもとに生まれる。高校時代から演劇や音楽に関心を持ち、同州。 第2の都市のスポーケンで、トップ私立大学のゴンガ大学法学部に進学するが、友人のアルリン・カーラとジャズバンドを結成してほどなく、大学中退、プロミュージシャンとなる。後年に、ゴンザが大学に資材を投じて、ビング・クロス・ビー・センターを建設し、現在も残っている。1926年には、当時の人気オーケストラである、ポール・ホワイト・マン団に歌手として入団。 翌1927年にはホワイト漫画区団内で結成された男性3人組コーラスグループリズムボーイズのメ運となる。後リズムボーイズはホワイト漫画区団から独立して人気グループとなった。その後ソロで歌唱した1931年のアイサレンダーディア、アイサレンダーディアなどがヒットしたことからソロ歌手として独立する。この年、 ラジオ普及が進んだ時代を背景に CBS ラジオで自らのラジオ賞、ビング・クロスビー賞を持つに至って全米的な人気を獲得した。ラジオを媒体として人気を得た歌手の初期の代表例である。クロスビーは1930年代当時、ラジオと共に普及し始めたマイクロフォンの増幅機能を活かして声を張り上げず滑らかに発声する歌唱法。 クルーナースタイルを最初に確立した歌手としてもらえる。クルーナースタイルは、マイクロフォンとスピーカーを介することで、発声の制約が生じることを逆手にとって編み出された歌唱法であったが、オペラなどと同様に肉声で大声を力強く、出さなければならない在来の歌唱法を大きく革新したもので、歌唱にスマートに宣伝されたイメージをも与え、広く大衆の支持を得ただけでなく、 その後のポピュラーソングの曲作りにも大きな影響を与えた。1930年代に歌手としてトップスターの地位を確立したクロスビーはその後映画にも進出し第二次世界大戦前後のミュージカル映画の前世紀を通じて生涯で57本の映画に出演した。20年以上にわたるロングランシリーズとなった陳道中シリーズをはじめ 映画工業でも最も観客動員力のある主演スターとして長年ハリウッドのトップに君臨した。また、我が道を行くではアカデミー主演男優賞を受賞し、喝祭では同賞にノミネートされているなど、その演技力も高い評価を得た。なお、歌手として1940年以降、13曲の全米ナンバー1ヒット、ビルボード詞を持つ、ホワイトクリスマスや、 星にスイング、サイレントナイトなどの数々のヒット曲を世に出したともあり、生涯のレコード売り上げは4億枚を超えるという。第二次世界大戦中の1942年に発売され、リメイク版を含めて全世界で4500万枚を超える大ヒットとなったホワイトクリスマスが有名。なお、この曲は発売以降ビルボードで14週間1位を記録した。 クロスビーは他にも多くのクリスマスソングを歌っており、クリスマスソングの王様とも呼ばれている。第二次世界大戦後には、ミュージカル映画にも多数出演を続けたほか、人気ラジオ番組となった、ビング・クロスビーショーも継続した。さらに1950年代に入ると、テレビジョンの普及に合わせて、テレビショーやトークショーなど、映画以外のジャンルでも活躍した。晩年も、 盛んにレコーディングを行い、晩年には、追憶やコーラスラインから愛の後悔などもそのアルバムの中に残している。1977年11月に来日公演の予定だったが怪我のため翌年に延期。クロスビーは直後の10月14日にスペインのマドリード郊外モラレハにあるゴルフ場にて、プロゴルファーのマヌエル・ピエロラとコースを回った直後、午後6時30分頃に、 クラブハウスから20ヤード近くの場所で心臓麻痺により倒れ、クラブハウス内や救急車内で蘇生処置が行われたものの近くの病院で息を引き取った。1930年に女優のディキシー・リーと結婚し4人の子供に恵まれるが、リーは1952年に卵巣癌で亡くなる。1957年に女優のキャスリン・グラントと再婚。 ボブクロスビー楽団で知られるボブクロスビーは弟、映画13日の金曜日に出演した、ハリークロスビーは息子、女優のメアリークロスビーは娘、女優のデニーズクロスビーは孫。1980年代に活躍し、日本でも人気のあったヘビーメタルバンドラット、ラットのギタリストであるロビンクロスビーは、当演の親戚である。 自らのラジオ番組を放送用に録音する、ンチから第二次世界大戦中にドイツで開発されたテープレコーダーの技術をアメリカに移転することを目論み、テープレコーダー技術の開拓者であるアンペックス社設立に携わった。クロスビー自身、これに関連して自分の名前を冠したビングクロスビーエンタープライズラボラトリーズという会社を企業している、い アンペックスは1952年に世界初のビデオテープレコーダーを開発、実用化したが、これもまたテレビ時代に対応したクロスビーのニーズが一面にあっての開発である。クロスビーは熱心な競馬の愛好家でもあり、20世紀のアメリカ西海岸地区競馬の発展に大きく寄与した人物でもあった。クロスビーが最初に競争馬を手に入れたのが1935年の ことで、以後多数の競争馬を所有していた。1937年には、カリフォルニア州のデルマー競馬場の創設に寄与し、その共同取締役に就任した。競馬場のオープニングイベントではクロスビー自らが、門の前に立って、詰めかけた客を出迎える演出を行っている。クロスビーの友人であったリンジー・ハワードの、父・チャールズ・スチュワート・ハワードも、 同競馬場の取締役の一人であり、この縁がきっかけで1938年8月12日に競馬のマッチレースイベントを開催することができた。クロスビー所有の競争馬リガロッティとハワード所有の競争馬シービスケットの対決は大いに注目集め、デルマー競馬場の集客に多大な影響をもたらした。あの1946年にデルマー競馬場で創設された競争。 ビング・クロスビー・ハンデ・キャップは、デルマーの発展に貢献した、クロスビーの功績を記念って創設されたものである。また、クロスビーは、リンジー・ハワードと共に、カリフォルニア州ベンチュラに、ビンギン・ステーブル、ビングリン・スティーブルという名の牧場を開設し、サラブレット競争場の生産を始めた。また、アルゼンチンにも、牧場を作り、アメリカに輸入するほか、 現地のパレールも競馬場にも競走馬を送り込んでいた。ビンギンステーブルの主な生産馬に、1943年のサバーアーバンハンディキャップを制したドンビンゴ、ドンビンゴなどがいたが、後の1953年に、クロスビー夫人の死去に伴う相続税の支払いのために、牧場は解散している。後に調教師のジョニー・ロングベンとも親しく、彼の紹介で、 カナダの出版社主、マックス・ベルと知り合い、ベルや他のカナダ人実業家らと共に、イギリスでも競争馬を走らせている。1962年に生まれたボバ・メドーコート、メドーコートは、その一頭で、1965年のアイリッシュダービーに優勝した。クロスビーは、カラケ馬場のウィナーズサークルで、を歌唱し、喜びを表したという。 メジャーリーグのファンとしても知られ、一時期、パイレーツの共同オーナーであった。ビングクロスビーは、ゴルフ愛好者としても知られ、生前には、自らの名前を冠した、プロゴルフトーナメント、ビングクロスビープロアマを創設し、自ら主催した。彼の死後、ビングクロスビープロアマは、名称を変え、AT&T ペブルビーチナショナルプロアマとなって、現在も開催されている。 テレビドラマ、刑事、コロンボは当初コロンボ役は、ピーターホークではなくクロスビーを予定しており、本人に依頼したところ断られた。その理由はゴルフができなくなるという理由であったという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。